ありのままの生き方ナビゲーター伊藤直之です。自分が変わるべき理由を探す。成功者のインタビューで、これが転機になって成功したという話が、よく出てきます。私の場合は、タクシーの運転手として、自損事故を起こした時です。まあ、まだ、成功に向かっていく、途中ですが、転機ってまあ何かと、言うと、自分が変わるきっかけです。これを、やったから、成功したみたいな、一つではありません。社運をかけた、プロジェクトを任されることも、転機となる時と、そうでない時があるでしょう。それは、その出来事を通じて変わろう、成長しようと、決意するかの違いだと思います。自分の中の、問題として、どう扱うか、です。転機は、自分が変わる理由を見つけた時です。自分が、変わるべき理由を、探してみましょう。今のままだと、これはやばいということを、書き出してみてください。ドキドキするものは要注意です。理由がいっぱいあれば人は、行動できます。理由がないから、行動ができないのです。